メリカメジャーリーグニューヨークナイツの氷室優作選手が緊急帰国しました。15勝を挙げマジック氷室として新人王に輝きましたが、今年は5月1日のフィリーズ戦以降勝ち星がありません。右肩の故障説もささやかれ、今回は治療のための帰国と思われています。氷室選手帰ってきたみたいです。氷室さん、氷室さん、今回の緊急帰国の理由は何ですか？ハンス選手とのデッドボールと何か関係があるんですか？氷室さん、氷室も今年はダメだな。2年目のジンクスってやつじゃないか。日本人選手も増えたけど、やっぱりメジャーは甘くないよね。そんなことないですよ。氷室さんはね、今年20勝するんですから。なんだ舞ちゃん、氷室のファンなの？もう大ファン。一度でいいから会えないかな。舞は明日オフだろ、会わせてもらえばいいじゃないかよ。会わせてもらってどうやって会うんですか？なんだよ、大ファンのくせに知らないのかよ。そこに氷室のハイスクール時代のチームメイトがいるじゃないか。アスカトミンが？勘弁してくださいよ。あいつとは3年も会ってないし、第一俺明日非番じゃないですよ。シフトは俺が何とかしてやるよ。お願い、もう何でも言うこと聞いちゃうから、氷室さんに会わせて。嫌です。お待ちどうさま。氷室さんはいた？実家じゃなかったけど、すぐに会えるとこ。あんた、もう私どうしよう、やってあるんだ。もうどうしようかな、服こういうの好きかな、氷室さん。どうしよう。氷室優作か。点差はまだ3点だ。あとは俺に任せろ。うるせえ。いい加減変化球を覚えろよ。フォークボールならいつだって俺が教えてやるから。ストレートだけで勝負しようなんて思うな。アスカ、お前の敵は相手チームじゃない、自分自身だ。球は俺の方が早かったんだけどな。あれ、アスカってエースじゃなかったの？まあいろいろね、行こうか。Thank you.
アスカ、よく来てくれたな。家の人に聞いたらここだって言うから。そちらを。ああ、一緒に働いてる緑川舞さん、お前のファンなんだってさ。緑川舞です。あの、これ受け取ってください。あと、あの、これも受け取ってください。あと、これも、あと、握手してください。ありがとうございます。あと、あと、あの、これにサインください。してやってよ。もう俺のサインに価値はないよ。俺はもうアメリカには帰らない。帰れないんだ。日村、久しぶりに勝負しねえか。え？三球勝負だ。俺が三振したらお前、一本でもヒットしたら俺の勝ち。いいな。どうした？来いよ。三球って言ったろ。遊びはなしだぜ。さん、もしかしてあのデッドボール。5月のダイヤモンドバックス戦で氷室さん、去年のホームラン王のハブスにデッドボールして、それから調子落としたんじゃないですか。氷室さんは帽子を取って必死に謝ったのに、フェニックスの新聞にわざとだとか書かれて、私悔しくて。氷室さん、それを気にして。違うよ。お前のウィニングショット、外角のフォークで三振を取るにはインハイの球でバッターを起こさなきゃならない。でも今のお前にはそれが投げられない。氷室、はい、こちらですか。高純度エネルギーのパイプラインに怪獣が現れた。今お前がいるポイントのすぐそばだ。まもなくイーグルが到着するから合流しろ。あ、それから前も本部に戻ってくれ。ラジャー、怪獣がこっちに向かっている。避難してくれ。そういえばお前、スーパーガッツに俺に自分自身と戦うことを教えてくれたのはお前だったよな。氷室、チャンスがあるうちは諦めちゃダメだ。知らなかった。当たりどころが悪くて再起不能になった選手だっている。ハブスは大丈夫だったけどな。答えはあいつが自分で見つけるさ、うん、頼んだよ、うん、アスカ、怪獣の狙いはエネルギーだ。このままパイプラインに沿って移動すれば高純度エネルギーの備蓄基地に到達する。ここを破壊されたら大変なことになるぞ。いいか、これ以上やつを前進させるな。ラジャー、攻撃開始。
攻撃を弾き返した。一気じゃ不利だ、分離するぞ。隊長、スペクトル分析の結果が出ました、うん、怪獣の組織は昆虫の細胞に似てます。昆虫怪獣か、何らかの変異体かもしれんな。それであの腕についてる甲冑のようなものは特に硬い組織でできています。おそらくガイナーでも破壊は不可能なんじゃないですか。いいか、あのディフェンスを破らない限り勝機はない。よひけ、奴の裏をかくんだ。裏？アスカ聞こえる？はい。両面攻撃をかけるわよ。アスカは怪獣の背後から、私は右90度から接近、ゼロカウントで同時にレーザーを発射。なるほど、併殺プレイってわけか。よし、いくよ。3 2 1。無茶だ、やめろアスカ。無茶かもしれないけど無理じゃない。アスカさん、アスカ、おい、いじけててもしょうがねえだろ。次の打席で俺が満塁ホームラン打って逆転してやるから。そんな無茶だ。無茶かもしれないけど無理じゃない。ヒムロ、チャンスがあるうちは諦めちゃダメだ。何を迷ってたんだ。もらった。やった。見た？俺の超ファインプレウルトラマンダイナ。
怪獣ストレートには滅法強いな。いやそうだ、1球目は見せ球でいい。次の球で勝負だ。フォークですね。動かしちゃダメだよ。はい、大丈夫ですか？大丈夫なんだよ。大リーガーですよ。大リーガー大丈夫だよ。任しとけ。よっしゃー！坂井！遠慮はいらねえぞ。お前の一番いい球で来い。
如キノコ状の巨大な物体が街を覆った。それは人類への新たなる挑戦の始まりだった。次回ウルトラマンダイナ、地上最大の怪獣、お楽しみに。